えー、皆さんこんこにちはレックスニコのおです、えー、新しい、えー、ゴールドウェブの、えー、ラインナップとして「えー、論文プラチナ3 1ンデイズの、えー「過去問解題編を」を、えー、発売することになりました。えー「論文プラチナ31」シリーズまああの「21」のものもありますけどもプラチナシリーズはですね、えーまあ、たくさんねあの受講していただいてご,ご好評いただいております。 で、書き方編とかですね、えー、あと、まあ、インプットですねあのインプットする、まあ、21の方ですね、えーまあ、こ,れあのこれまで、えー、全く、まあ、こう新しいあの問題をあの使いながらですねやってきたんですけども、えー、と今回はですね、まあ、あの過去問を、まあ、ちょっと条件を外したりとか、えーまあ、こう似たような設定にすることで まあ実は問題は少ししかいじってなくても回答が大きく変わるっていうこととかですねあるんですね。でそういったその過去問を使いながらあの解出した問題にも対応できる力を養っていくということを目的とした、えー、ラインナップをですね、えー、作ることになりましたで。ポイントはですね、ちょっと、 えこういったあのちょっとチラシをね元にお話をしていきたいと思いますけどもまずまあプラチナシリーズは全てえと1コマ1時間でえやっていくということを特徴にしていましてで今回は3131 31なので31日で完結とまあ要は約1か月で完了ということをあのポイントにしていますね。 えーまあ、特にねその担当受験される方は一日一日ですねこう担当の勉強と論文の勉強をどう並行していくのか時間の割り振りっていうのは結構難しいんですよね。で担当免除の方にとっても例えばその今日論文の勉強3時間やろうと思ってもですね実際そのじゃあその3時間をインプットで使うのかアウトプットで使うのか。 で特にアウトプットで使おうと決めた日はアウトトプットししかかできなかったりしますよねでそれは例えばその実践答練でもそうだし直前答練でもそうなんですけどもやっぱりその1問に対してかけられる時間アウトプットを実際が自分がする時間とであとまあ振り返りの時間ですよね解説を含めた。その全部合算すると 結構まあ3時間とかねすぐに経っちゃうんですね論文の勉強って。でそうするとその担当受験者にとっては担当の勉強がなかなか進まないのでもうちょっと論文の勉強をコンパクトにねしたいというのもあるだろうしで免除の方にとっても実際インプットしなくてもいいわけじゃないですよねむしろ今の論文というのはインプット勝負みたいなところがありますからやっぱり知ってる知ってないというところが合否を分けるのは確かですよね。 ですからやっぱりそのインプットの時間も取らなきゃいけないのにね毎日毎日そのアウトプットばっかりやってられないみたいなとこもあるじゃないですか。でもこれやっぱりスポーツと同じなんですけども毎日ね少しずつでもやるっていうことがやっぱりその皆さんにとってその論文の力を向上させるポイントの一つでもなってくるのでやっぱりその短い時間でうまくね アウトプットし、まあ、できればその解説までねあの聞けるっていうところがあの、まあ、重要になってくるかなとこれからの、ね、勉強を効率的ですからもう簡潔にその一日一時間でそのもう一つ一つ着実にそのこなしていくっていうことができればですねあの計画性もあるし、えーまあ、効率的にね時間を使えるんじゃないかというところで、まあ、この 一日一時間の講座を作ったっていう経緯があります。でえー、と特にその論文対策にあの、まあね、担当だったら、一日一時間っていうのは、ね、別に難しくないですよね。自分で,でも、論文だからこそ、その難しさをあのうまく、ね、利用あの克服するためのっていうところもありますので、まあ、ぜひ。自分の生活の中で、どこか一時間をとって。 でまあ、着々とですね1ヶ月進めていただければなと思いますでえば、ー、今回は「論文解体」えー「過去問解題編」ということで過去問の類似問題をこう作ってですねそれで解説をしていっているんですけどもまあいろんな解題のポイントがあってちょっと一概には言えないんですけども例えばですね、えー、直近の 一番最初のって言った方がいいかな一番最初の問題1日目って、まあ、これ1日目とかっていう言い方をあえてしてるんですけど1日目の問題はこんな感じなんですね。でまあ その解体の大きさっていうのはその問題によってどこまで変えるべきかっていうのもあるからちょっと一概には言えないんですけど例えばまあこういう発明の内容をちょっとこういういのねよくあのレンでもこのタイプのものを見るんであので少なくともちょっとねこういう商品の名前なんかも少し変えてみたりとかしてたりもしています。 でえー、とこれはまあちょっとねいろいろあんまりあのネタバレ的なことはできないんですけども例えばその補正だったり訂正まあ訂正じゃないかな補正だったりとかするとあの最初か最後かっていうことでそのできる範囲というのが変わってくるじゃないですか、ね。ですから最初の拒絶流通知が来てる設定を最後に変えたときにどう変わっていくのかっていうことがあったりとか。 で拒絶査定まで来ているときに、じゃあその拒絶査定後ってまあ審判請求すれば分割もであえっ、ー、と補正もできるけど、審判請求せずとも分割だったらできるよっていうところもありますよね。だからそういうところをあのまあその時間的な設定を変えてみたいとかね、最初を最後にしたり、最後を拒絶査定を審判のところに持って行ったりとかで。 審判してと同時に補正させると前地に行きますよね。だから前地まで書かせたりとか、まあそういうふうにまあこう権利化前の問題だったらあの時間的な場所をですね。時間的な設定を変えてみたりなんかしています。でその中で例えば今の問題だと本当は前地の問題じゃなかったんだけどもあの前地をあのまあ使っていく問題だったりとかすると。 全地のちょっと説明をしたりとかねこういうちょっと付録的なレジュメをつけながら全地の,の話をしたりとかそういうこともちょっと合わせてインプットがねうまくできるようにやっています。で例えば11回目11日目のですね、えー、問題なんかだと今度「権利化後」になるんですけどスケジュールはあのこのチラシの後ろに載っていますのでまあ見て頂いてわかるんですけども。 あのまあ、権利化前と権利化後がきれいに分かれるわけじゃないんですけどどっちが中心の問題なのかっていう感じの,あの割り振りになっていてで最後の11日目は、まあ、ばっちり権利化後なんですけどね、うん、で権利化後のところで、まあ、ちょっと新しいこうタイプの設定でしたよねこの相談みたいな感じの,こうあの設定になってい,いる年なんですけどもそれはまあちょっと維持しながら。 例えばあ,のあんまりちょっとねネタバレになるといけないので、まあ、言わないんですけどもあの例えばこの「説問1」の方だと条件を、ね、1個引っこ抜いてるんですよで条件を除くとこの,、まあ、この問題本詞だったらつ、えー、けられている条件を外したりとかすると結構ね大きく論点が変わっちゃったりもするんですよね。 で他にそうですね、えー、この問題だと全部でまあ4問あったんですけどその一つの説問の中にまたそのちっちゃい説問なんかが入っていてで一つちょっとこう近い条文のこれで言うと「ほ」と「へ」のね、えー、出題している条文って、まあ、あ,のある条文なんですけど。 でその条文に近い条文のところも合わせてちょっと聞いてみたりとかで最後の問題だと問題文の中で、まあ、これあのいわゆるこうさんが出てきてこうさんがちょっとリクエストをかけてるんですね相談している弁理士 A に対してこういうふうにしてほしいみたいなちょっとリクエストをかけているんですけどでそのリクエストの内容をちょっと変えてみたんですよね。でそういうういいここととでで、まあ、大きくく論点がが変わってくるっててるるあので でそういうあの解題の仕方も、まああのも全てじゃないですけど一つのの解題のポイントにしていますですからあのちょっと変えて回答がちょっと変わってるっていうレベルではないですねどっちかっていうとねあの、うん、そうですねあの実践答練とか直前答練の問題も割とあの本試験の問題の解題だったりするんですよね。ですから トーレンの問題だとこう新作に見えるじゃないですかっってて新作ってもう先入観があるからねだからトーレンの問題だとこう分からない何年度の問題か分からないしベースになってるのがであえてその「解題」とは言わないからなんとなく新作に見えてると思うんですけどもこの解題編の,あの問題はもう確実にベースは本試験の問題なんですけど割とね大きく解題している部分なんかもあるので。 そういう回なんかだと当連の問題ほどのも新作問題と言ってもいいようなものもありますね。結果的にはね、ちょっと変えたら大違いみたいなことになるんで、なのであのそういう部分もやっぱりありますね。で、さっきちょっと前日の話のところでも出てきましたけど、えっと最後の十一日目のところは、えっと本試験では絡まなかった判例が二つあの出てくるんですね。 だからちょっと設定変えると判例が使えたりとかするので,でそういうふうにちょっとこう変えることで皆さんがこの31日の、ね、31問解いていく中でまあその31日分だから、まあ、31問分なんですけど31問分で出た本試験で出た論点よりももうちょっとこう広くですね論点を拾えるように。 インプットが効率的ににできるようにあの工夫もしてますだからまああんまり言えないですけどあのちょっと似たような判例まで聞けるようにしたりとかそういうふうにすることでちょっとこう例えば2個判例が出てたんだけど3個勉強できるようになるとかねそういうふうなあの工夫をしているので、まあ、このポイントの3つ目にあるんですけども。 あの過去問の論点を効率的にまあ勉強できると学習できるとで過去問プラスアルファの論点ですね要はねだからそういうものをですねこの中のまあ補助資料の中でですねまあ場合によってはまあ今あの前時のちょっと付録を見せちゃいましたけどもあれはまあ審査基準なんですけどで一生なんかはやっぱりねあの改正資料だったりとかそういうものもこう 使いいながらですねやっていきますので、まあ完全にその31日アウトプットだけではなくて、まあ、これ実践答練とかでもそうかもしれませんけどもまあかなりねこうインプット要素なんかもあるのであのインプットの勉強にもなるかなというふうには思っていますね。であとさっきちょっと言いましたけどスケジュールがあの開示されていますが実際ねまだあの これ実は制作しながら収録を進めている段階なので、えー、このチラシが出る頃にはまだその特実のそうですねえっ、ー、と、まあ、真ん中あたりまあ7回目8回目ぐらいまでしかあの完成してないんですよ。ですから、えー、とそういう意味では何年度の問題を えー、ちょっとねあらかじめ使,い使うのかっていうことを私の中では一応決めてはいるんですけども制作物がまだちょっと完成していないなのでで変更すするる可能性があるんですねだから例えばここにスケジュールで何年度の問題を使いますみたいなことを載せちゃうと後に変更がちょっと効かなくなるという事情があるのであ,のあえてちょっと年度は載せてないのであのブラックボックスなんですけどもえー、っと 一番新しいもので、えー、と令和元年のもので一番古いもので平成21年のものも、ねえー、使っていますでその中の幅の中で、えー、と論点が被るものは、まあ、できるだけちょっと外したいと思っていて例えば特許、えー、法なんかでもう繰り返し繰り返し出てる例えばの国,際の国内移行手続きの問題だったりとかあるいはその精進だったりとかね うん、えっ、ー、と均等論だったりとか戦勝だったりとかあの結構タイトな3年とか4年のサイクルで出てきているような論点ってあるんですよねだからそうのばっかり釈子定規に、ね、頭から例えば21年からこうあの10年でなって拾った場合にかぶる論点はもったいないのでなのであのそういう取り上げ方はしていません。 あの基本的にやっぱりいろんなタイプのものをいろんな論点を拾えるようにっていうふうなスタンスでいきますのでなのでまあ例えば特許法だと,えと全部で11問ですねこれ使っていくんですけどあの単純にその年度じゃないしでえまあ論点のかぶりがないように私の方であの選んで使ってるっていう感じになるので。 その選択に関してては、まあ、ちょっと任せてもらいたいたんですね。あの過去問自体は確かに過去問集であればね何年度から何年度までのものが掲載されてるってことは確かに重要だと思うのでそこはまあ開示すべきだと思うんですけどもあのそもそも解題なので,でその解題の内容によってはさっき言ったにも新作のトーレンと同じですから。 あのそんななに開示する意味っていいうのはないのかなと思うんですら例えばね皆さんが平成30年の問題を解きたいんだっていう時には30年の問題がちゃんと分かるようにそれが収録されているものを、まあ、選んで受けるべきだと思うんですけどそもそも30年の問題じゃないので30年の問題を使うとしてもそれはもうベースであって解題しちゃったら別問題ですからなのであ,のあんまりそこはあの ななんていうのかな開示しないようにあのしても問題ないかなというふうに判断していますので、えっと、ちょっとあらかじめなんかそのもし、ね、あの知りたいっていう予防にはちょっと答えられないと思うんですけども、えー、そこはちょっとご承知いただければなというふうに思います。で胃症法から、まあ、商標法までも、まあ、同じような感じなんですけども。 えっと、一行問題ですね一行問題はちょっと解題のしようがないものもありますからそれはちょっとその解題っていうよりもなので、えー、まあそのいろんなちょっと変え方があるんで、えー、そこはまあどっちかっていうとノウハウにもなりますからちょっと一概には言えないんですけども。 あのまあどういうふうに変えるのかということは皆さんのために、えー、皆さんがですねあのまあ力をつけられるように、えー、変えていますので、えー、そこはあのお任せいただければなというふうに思っていますはいえー、まあそんな感じですね、えー、新しいゴールドウェブですけどもあの前々からですね私が まあこれやりたいなと思ってまあちょっと企画を温めてきたものでもあるんですね。で、まあ、ようやくその書き方をやって、まあ、インプットもやってみたいな感じでやっぱ論文の勉強ってその書き方とまあ中身とっていうところがありで書き方をまあこう習得しても今度はアレンジ能力っていう部分が必要になってきたりしますよね。だからその ももととこれやりたかったものであるんですけど、まあ、ようやくですねその段階に来たかなと書き方を学んでいただいてでその中にこう、ね、詰める知識をインプットしていただいてでそしたらある程度のその中級レベルのねそういうあの力はつくと。でそこから今度はその新しいタイプの問題に対する、えー、適応力というかですねあのこういうふうに条件変わったらこういうふうに あの変わるんだよっていうねそういうあの応用力みたいなねそういったところを今度つけていくというね段階に入ったかと思っているのであのラインナップとしてはあの最後にね持っ,てくるんです持ってきたんですけどこれもうあのバー当たリ的に企画したものではなくてもともとの私の中では必要だと思っていてまあ中上級ですね、まあ、上級に近い中上級の方に是非使っていただきたいなというふうに思っています。 で特にその直前期だと時間がないしでも過去問はやりたいしっていうことがあると思いますので、えー、まあ過去問をねやってなくても実際過去問自体は出ないじゃないですかもう一回出てますからね論文はもうその二度と同じ問題が出ることは基本ないのでですからあのそういう意味では、まあ、過去問やってなくても解答をやることでそこも過去問の知識も踏襲してっていう形になりますから。 あの直前期にまあ例えばその担当受かられてねベーシック生の方で過去問今までやったことないんですという方にもフィットするかなというふうには考えていますはいではですねえ皆さんがねこのゴールドウェブを使っていただいてそして論文のですね実力をもうどんどんつけてえ一気に合格していただきたいなというふうに願っておりますはいではあの以上です。えー、お疲れ様でした